皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。今日はですね、体を大きくしたい人に必要な〇〇とはというテーマでお話しさせていただきます。今からお話しする話は、筋トレしてる方ですとか、そういった方に偏らず、成長期のお子様ですとか、コンタクト系のスポーツしている方とか、体を大きくしたいという方に向けたお話になりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。体作りの基本といいますと、栄養と、休養、そして運動、この3つのバランスが何よりも大切になってきます。でどれか1つを怠ってもダメですし、どれか1つだけ頑張っても体はうまく大きくなりません。でその中でも今日は私がお話しさせていただくのは、体を大きくするための、食事の取り方についてのお話をさせていただきます。でなんで食事が大切なのかと言いますと、私たちの体は食べたものから作られています。で逆に言うと、食べたものからしか作られません。なのでいくら運動してても、体の材料になる栄養素がなければ、それはうまく体の一部になりませんし、食事は毎日繰り返すもの、毎日欠かさずするものなので、そこを意識するかどうかで体が大きくなるかどうかが左右されてくると思います。まず一つに、体が大きくならない理由としては、消費エネルギーの方が勝ってしまってるからということが、原因の一つで考えられます。つまり、1日にとっているトータルの摂取エネルギーが足りていないっていうのがもう一番の大きな理由になるので、今すでに1日3食しっかり食べてるなって思っている方でも、もし体が大きくならないことで悩んでいるのであれば、実はその摂取エネルギーが足りていないんじゃないかなっていうところを、まず一番に振り返っていただきたいなと思います。体を大きくするために必要な〇〇とはの答えなんですが、体を大きくするためには、間食をうまく使うことが大切になってきます。間食っていう言葉はあまり聞き慣れないかなと思うんですけども、食事と食事の時間が6時間以上空いてしまう時に、エネルギーや栄養素が切れないように補うための食事の方法のことを言います。体を大きくするために大切なのは、なるべくお腹が空いている状態の時間を短くすることが鍵になってきます。空腹の状態が続くと、筋肉を分解することでエネルギーを生み出そうと体がしてしまうので、体を大きくする上では筋肉量の維持が重要になってきますので、お腹の空いてる状態の時間を作らないこと、これを意識していただきたいなと思います。で、間食をすべき理由、3つありまして、まず1つに、運動前、運動後の、エネルギー補給という面で間食が重要です。何よりもですね、お腹が空いている状態で質のいいトレーニングとか質のいい運動ができるかというと、最高のパフォーマンスはできないと思います。体を大きくするためには、よりその質の高い運動も重要になってきますので、練習の質を上げること、より良いトレーニングをすることも大切になってきます。でその上で、しっかりその体が万全な状態でそれに取り掛かれるかというところが、まず一つ鍵になってくるので、運動前のエネルギー補給、そして運動した後、体のエネルギーを使い切った後にしっかりエネルギーを補ってあげるっていうことが大切になってきますので、まず1つ目に、運動前後のエネルギー補給をしっかり意識していただきたいなと思います。ちなみに私は運動前はどら焼きを食べることが多いです。間食の重要性2つ目、足りないエネルギーを補うっていうところです。冒頭にもお話ししたように、1日3食だけでは取りきれないエネルギーを、3食以外のタイミングでしっかり取り入れていただくことで、トータルの摂取エネルギーを補うっていう使い方です。シンプルな考え方ですね。3つ目、タンパク質の摂取量の補助という目的での間食の使い方もおすすめしています。なんでタンパク質に特化するのかと言いますと、例えば体重60キロの人が1回にタンパク質の必要量 120g を一度にとっても、それは全てがうまく体の中で使われるわけではありません。一度にたくさん摂るのではなくて、こまめに摂るっていうことが大切になってきます。だいたい1食で摂るべきタンパク質は 20g というふうに言われているので、その 20g をこまめに分けて摂る必要があります。
なので1日3食の食事で摂るタンパク質以外に、おやつや食事と食事の時間が空いてしまうタイミングでしっかりタンパク質を摂っていただくのが重要です。この動画を見たその日から取り入れていただけたらなと思います。質問やリクエストのある方はコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。